そうですね、まあ、序盤に相手も退場、相手が退場して、まあ、なかなか点決めれそうで入らない状態が、まあ、続いてたんですけど、まあ、崩れず、まあ、自分たちのサッカーをまあ続けられて、まあ、辛抱強くやれたことがまあ勝利につながったと思います。そうですね、やっぱああいう展開の時、なかなか、まあ、まあ、攻め込んでも点が決めれない時は結構一発で相手に決められたりする場合があるんで、まあ、そこだけまあ後ろとしては、まあ、ゼロで抑えようっていう、まあ、声掛けはしてました。まあ、こぼれてきてはフリーだったんで、まあ、あのコースにパーは、まあ、見えてたんで、あのコースに、まあ、うまくいけばいいかなっていう感じで打って、まあ、入ってなかったです。もう今2連勝できてるんで、このまま3連勝、4連勝できるように、みんなでしっかり、まあ、練習からやっていきたいと思います。